東京駅にいるんだけど迷宮すぎて草。新宿駅高難易度ダンジョンすぎてやばい。確かに都会の駅は迷宮だ。でも私からしてみればそんなのは序の口だって。私は生まれつき足が動かないから、ずっと車椅子。エレベーターが見つからなかったり、地上に出るには駅ビルのエレベーターまで熟知していないとたどり着けないなんてこともある。だからこそ人に助けてもらう必要がある。でも車椅子だからって何でも許されるわけじゃない。車椅子だからって乗車拒否されました。ブログ読んでください。ある出来事から怒りに任せて SNS にした私の投稿が大炎上した。車椅子でも平等に接してほしい、そう思っていた。でも私は権利を過大解釈していただけだったんだ。ヒロヒロ探偵団もうコロナから1年以上経ってるし、俺たちもそろそろ息抜きしようか。そうね、子供たちも行きたい場所をここ1年以上全部我慢してたわけだしね。じゃあ沖縄行きたい。でもな、沖縄って今感染者が増加してるし、旅行に行って感染したら元も子もないだろう。そうね、私たち家族は一泊の旅行に行くことにした。とはいえ私は車椅子のみ、いろいろと条件があるからすぐに行く場所が決まらないのが現実。電車で行けて移動距離が少ない観光地がいいわね。あとは宿が駅から徒歩圏内にある場所、それから子供たちが過ごしやすい場所ね。難しいな。ひろみはどこか行きたいところあるか。あ、そうだ、木の宮神社に行きたかったの。どう。旅行なのに神社。木の宮神社ってね、熱海にあるのよ。熱海行く決まり。熱海だったら行く。そうと決まればまずは駅を調べないと。私は早速スマホで駅を検索する。これはどこか出かけるときにはいつもしている習慣だって。駅がどうなっているかわからないと車椅子だと難しいからね。上りホーム側に階段があって、下りにはないわね。階段がないタイプの駅なのかな。見た感じ大きな駅ではない。小さい駅だしどうにかなりそうと考えた私は、とりあえず現地に行ってから考えることにした。そして当日、やっと小田原駅に着いたな。すでに東京と空気が違うな。まずは駅員さんのところに行きましょう。乗りたい電車の時間まではあと30分。 100kg 以上の車椅子だから、電車に乗るにはスロープを用意してもらわなければならない。だから駅員さんに事前に話を通さなければならないのだ。だけどここで炎上の元となるトラブルが発生してしまったんだ。すみません、木の宮駅までお願いします。木の宮駅は階段しかないのでご案内できかねるんです。熱海までで大丈夫ですか。あ、いや、木の宮駅までお願いします。唖然とした。だって木の宮駅まで行ってもらわないと熱海から木の宮までの移動手段がない。困っていると駅員さんはどこかに問い合わせをし始めた。すると別の駅員さんが出てきて、なんと私に追い打ちをかけてきた。階段しかないのですいませんが、ご案内できないんですよ。熱海までじゃダメですか。私たちはどうしてもこの電車に乗らなきゃいけないんです。駅員さんを4人程度集めてもらって階段で持ち上げてくださいよ。イライラが込み上げてくる。何があってもいいように早く到着したのに、頭ごなしに無理と言われても納得できない。私は東京と同じ対応を求めた。だけど駅員さんは困った顔をしながら酷な現実を突きつけてくる。熱海駅ではそのような対応は受けたまっていませんので。お願いします、レストランもホテルももう予約してるんです。駅員さんを集められないならあなたが一緒に来てくださいよ。僕は管轄外ですし離れられません。すいませんが。いい加減にしてよ、なんでこんな簡単なこと。怒り浸透に走っている私、駅員を確保する努力すらしてくれないなんてあまりにもひどすぎる。バリアフリー法がありますよね。それから障害者差別解消法ってご存知ですか。エレベーターない駅は合理的配慮として他の手段で対応していただく法律があるんですよ。バリアフリー法は利用者3000人以下の駅は対象外ですし、現状としてできかねます。もう私と駅員のバトルは1時間にも上り、乗りたかった電車も当然すでに出発してしまっている。もう拉致が開かない、そう思った私は渋々予定時間から1時間遅れで熱海まで行くことにした。どうにでもなれ、そんな気持ちで。しかし電車を降りてみると、なんと目の前に4人の駅員が待っていたのだ。小田原駅で熱海駅は一切対応しないと言われましたけど、今回は駅長の私がいたので対応させていただきます。一緒にご案内します。はあ、できるなら無駄に時間食っただけじゃん。せーの、よいしょ。結局駅員4人で車椅子を持ってもらい、階段を運んでもらった。私はヘルパーさんに抱いて運んでもらい、なんとか木の宮駅に着くことができた。帰りはどうしたらいいんですか。対応してくれるんですか。こちらでできる限り対応させていただきます。事前にこちらにお電話ください。私はその日の夕方に電話をして乗りたい電車の時間を伝えた。帰りも同じように対応してもらえた。とはいえ私はこの旅行を心から楽しめなかった。そしてモヤモヤとした気持ちでブログと SNS にこの一連の出来事を綴った。しかし SNS での反応は期待していたものと全く異なったものだった。
は？この人一体何様なの？ブログ見てきたけど、この人には感謝の気持ちがないの？ふざけてるわ。駅員さんたちかわいそう。もしもし、ひろひろ新聞社さんですか？実は新聞社にも何件か電話をして、小田原駅について取材して記事にしてもらうつもりだった。だけど結局、待てど暮らせど記事になることはなかった。感謝の気持ちか。炎上して腹が立ったりもした。だけど私は確かにお礼の言葉を一言も言わなかったし、考えるほどみんなの意見は正しかったんじゃないかと思った。先日車椅子で小田原駅と熱海駅を利用したものなんですけど、そのお礼が言いたくて、私は権利を過大解釈しすぎていたんだ。平等を求めながらも、結局私が求めていたのは普通とは違う待遇だった。そう初めて自覚した。今もこのブログは炎上し続けている。だからこそ自分の権利とは何なのか、何が問題だったのか、冷静にならないといけない。だって私は確かに車椅子だけど、子供がいるから子供に正しい権利を教えるのが親というものだもんね。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。